皆さんこんにちは。レック専任講師の大浦と申します。今日は自己紹介ということで、私の講義の特徴を話させていただきます。ではまずこちらのね、画面を見てください。はい、私の講義の特徴、それから流れを書いてみました。まず合格に必要な3つの要素、この中で基礎力ですね、今日は時間の関係で、この中から何点かですね、お話をさせていただきます。はい、合格に必要な3要素、基礎力と挙げましたけれども、基礎力って定義はいっぱいあると思うんですが、私は基礎力とは用語の正確な理解と考えています。で、特に聞き慣れた言葉、使い慣れた言葉が要注意です。例えば民法の第一章意思表示では、一致と合致、取り消し、無効、その先に解除と出てきます。そういった使い慣れた聞き慣れた言葉を正確に理解しているかどうか、講義はここから始めていきます。はい、続いてもう一度画面を見てください。はい、合格者はどんな人かということで、この中でね、合格者はまず違いが分かります。合格者は根拠を追求します。はい、合格する人ってどんな人だろうかって考えてみるとですね、合格者はまず違いがね、分かる人たちです。具体的に言うと、宅建業法で35条と37条ってあります。違いはどこにあるか。35条は契約の締結前です。ですから記載されている内容は物件の紹介、情報提供をしているわけです。それに対して37条は契約締結後、後ですから、お互いの義務ですとか交わした約束事が記載されています。つまり証拠書面ということになります。合格者はこの違いをしっかりと押さえています。はい、続いて合格者は根拠を追求する。これはどういうことかというと、合格する方は誤った選択肢、誤った選択肢、最初は正誤にこだわりますけれども、だん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 とですね、誤っている箇所を正確に見つけていきます。そして誤っている箇所を正しく訂正をしていきます。また正しい選択肢は漠然と正しいではなく、正しいなりの根拠を探していきます。はい、合格者は違いが分かります。根拠を追求していきます。はい、続いて試験委員の視点はというところですけれども、試験委員はね、罠を仕掛ける名人です。で、罠、トラップはね、6つのパターンがあります。そしてトラップを見破ることが大切になります。講義が進んでいくと、特に中盤からはですね、問題演習がメインになってきます。とにかく試験員、試験の作成者は罠を仕掛ける名人です。誤った文章を正しく読ませてしまう。実際は正しいんだけれども、誤った文章のように見せてしまう。トラップのパターンにはよく調べてみると6つあるんですね。ですから講義では問題演習を通じて皆さんにトラップの6つのパターンを
知ってもらいます。そしてさらにですね、トラップを見破る力、こちらを向上させていくようにいたします。はい、続いてですね、最後イメージ学習と書いてありますが、これは隙間時間の有効活用です。仕事あるいは家事の間に少し時間ができた、でも手元にはテキストも問題集もない、あるいは通勤時間、カバンにせっかく問題集テキスト入れてきたんだけれども、もうすし詰め状態で取り出すこともできない、こういった時間もったいないですよね。そこで私はテキスト問題集が手元になくてもできる学習としてイメージ学習をご紹介します。講義では随時ですね、皆さんにイメージ学習してますかと呼びかけながら、この学習をね、習慣づけていただくようにしています。はい、それでは講義でお会いしましょう。